仙台市の鶴ヶ谷小学校では5年生69人と神戸市の港小学校の4年生116人をオンラインで結びました。1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災は淡路島北部を震源とし、神戸などで震度7を観測。建物の倒壊や大規模な火災により6434人の死者が出ました。神戸の児童たちは当時の避難所の状況や被災地に多くのボランティアが駆けつけたことなどについて、これまで勉強してきたことをもとに説明しました。阪神・淡路大震災まではあまりボランティアという言葉が使われていなかったそうですが、この災害を機にボランティア元年と言われるほどボランティアの人たちが活躍しました。鶴ヶ谷小の児童たちはこれまで防災教育として東日本大震災について学んできましたが、阪神・淡路大震災については初めて知ることも多く、真剣な表情で港小の子どもたちの説明を聞いていました。道路や公園、マンションなどには本当にたくさんの消火器や消火栓があります。これは阪神・淡路大震災で火災が広かった教訓だと思います。火災が多くて、それで東日本大震災は津波が多くて、能登半島地震では家がいっぱい崩壊してて、なんか違う地震でも違う災害があるのが知りました。阪神・淡路大震災とかあんまり知らなかったんですけど、今日のオンラインとかの話を聞いていろいろなことが知れたし、津波だけじゃなく火災が多かったこともたくさん知れました。この交流授業は去年3月、宮城を訪れた港小学校の教職員を鶴ヶ谷小の小田聡校長が大川小学校などの被災地を案内したのがきっかけで始まりました。来月は鶴ヶ谷小の児童たちが東日本大震災について港小の児童たちに伝えます。